ゴロになった。セカンド吉川直樹、伊豆口に送って一塁転送、一塁アウト、ダブルプレー。二遊間素晴らしいところ、ただここは小久保監督は出ます。今のはもうグラブトスでいかないと、はい、タイミング的にもね間に合わなかったと思いますし、まあ、ただ今のやっぱりこうチェンジアップですけどもね、やっぱ抜けてますよね見てると。岡本も体を伸ばしまして、柳田も全力疾走、どちらのファンも大きな声を出す中で、審判団がどう反応するか。出てきました、アウトです。ダブルプレー、吉川尚輝のファインプレー、伊豆口も見事に対応しました。いや見事ですね、もうこれもグラブトスじゃなかったらおそらくこういった形にはなってなかったと思いますから。昨日の試合では伊豆口のグラブトスがあったんですが、先輩吉川尚輝は今日グラウンドでもっといいところにグラブトスしろよなんて冗談を飛ばしていましたけれども。ランナースタート、二塁へ送球、タッチはアウトだ。飛び込んでいきましたが、なんと海のキャノンも発動しました。いやー素晴らしい肩を見せました。いや思い切ってね動かしてきましたね。ここでスタート、ただもう送球がこれもうここしかないというような。まあそうですね、まあなんとかベンチもね、ピッチャー前に転がしまして、セカンドに送る、そして一塁転送、一塁はセーフ、送りバントを阻止しました。泉のフィールディング、いや今いいダッシュしましたね、まあ、ただインハイン強いボール行きましたから、あの辺りってバットとボールが衝突しやすいんですよね、まあ、そういったところで正面に強いボール、打球が転がって、まあ、しっかりと、ね、落ち着いて一つアウト取りましたよね。これ大きいプレーですね。初球から打っていって岡本掴んだ、泉に送ります、スリーアウト。泉が古巣ソフトバンク打線を抑えました。10回表しのいだジャイアンツ、泉がしのぎました。やはり清水さん、三森も初球から来ましたね。そうですね、また当たりも、まあ、ある程度捉えた打球だったと思うんですけどもね、はい、まあ、これ岡本選手がよく反応してしのぎましたよね。この表情、三森、まあ、ある程度捉えられたっていうところもあったと思いますしね。